おやろうと名前忘れちゃった悪のやつ、ネズネズ、お君はフォアチャンピオン来てくれたんですね。チャンピオンと呼んでくれる、まあ、お久しぶりです。のんきな挨拶ですね。新しいチャンピオンはダイマックスより大物ですよ。実はネズさんとのエキシオンマッチの途中、トレーナー不明のダイマックスポケモンが乱入してきましてね。ほう、ダイマックスポケモン、観客やスタッフたちを避難させていたんですよ。何、今エキシビジョンマッチをしてたんだ。ギャーン、なんだギャーンって。やばいね。やっつけるしかない。お、ポップ、北側の泣く、全員避難終わったぞ。聞こえたと思うけど、ダイマックスはまだ暴れてる。ポップさん、助かりましたよ。さすが、ジムチャレンジャー。頼りになりますね。セミファイナルトーナメント敗退したけど。あ、いいよだ。青い、赤いのと青いの追っかけてきたらターフスタジアムに入ってくるのが見えてさ。おう。後をつけたら突然こんな騒ぎになって、放っておくわけにもいかないし、手伝ってんだ。だからごめん。あいつら、飯の集まったぞ。ああ。いや、絶対関連あるでしょ。ポップさんが見かけた怪しい人物も気になりますが、今も暴れているダイマックスポケモンをおとなしくさせましょうよ。了解了解。非常に手強い相手なんですよね。チャンピオンネズさんにも手伝ってもらえると嬉しいですよ。もちろん、手伝います。では、バトルコートへ向かいましょう。俺も手伝いますからね。お、これは何、4ページで戦うみたいな感じ。ポケモンに罪はありませんが、ステージを邪魔されてはちょっと許しがたいですよ。ほら、元チャンピオンの弟よ、君も来るのです。元チャンピオン。俺がついていっても力になれるかどうか。自信ないやつだな、お前。どうした、オップ。みんなの足手まといになっちゃうかもしれないし。多分ですけれど、ダンデなら迷いませんね。道には迷うけど。ネズジョーク。行きますよ。まあ、わかってるぞ。じゃあ行くか。ネズさん、兄貴だからなのか、何かと世話してくれますね。さあ、僕たちも行くとしますか。あ、これはみんな4人で共闘する感じでしょうか。お、どうしたどうしたどうした、あー、やっぱり4人でバトル。マイク持って。うーわ、巨大アマージュ。うわー、怖っ。よし、行け、無限大だ。でも、ダイマックスポケモンには、うん。無限ダイナのダイマックス法がかなり効くはず。よし。あ、ダイマックスも切れる。みんなもそれなりにポケモン出してくれてますね。いや、これはあれじゃない？あ、でもダイマックス使えない。あ、無限ダイナってダイマックス使えないのか？なんか。まあ、でも一応ダイマックス法やればいいんじゃね？ちょ、ダイマックス法、アマージュ。どうだ？よし、行け！無限ダイナ、ダイマックス法だ！うお。かっちょよ。ポケモンの使う技ではない。どうだ、うわ、カット半分いくかいかないか、狙い撃ち。全然効いてないし、効果は今一つ。お、地獄好き、おら大フェアリー、キャー、向こうはダイマックス技です。大丈夫か、あ、野郎のポケモンちょっとピンチ、効果抜群。あー、だやだ、フェアリーのミストフィールド的なやつ、霧が立ち込めた状態じゃないですね。お、竜のほど覚えてる、すげえじゃん。あんまり聞かないか。お、ホップはダイマックスできるようになった。ダイマックス使うのかな。まあ、でも次のダイマックス法で一撃じゃないですか。アマージオ。お、ダイマックスした。味方もダイマックスしてくれるんだ。かっこいい、インテレオンのダイマックス、初めて見たかも。いけ、かっこいい。これみんなでダイマックスしたらどんなことになるんだろう。いけ、ダイマックス法じゃい。いや、これチート技ですね、完全に。よれい、おっしゃ、まだそんなもん。よし、いけ、ダイアーク、よしよし。いやー、まだいかないか。特防が下がったんよ。地獄漬け、いけ、効くね。じゃれつく、痛い、竜の波動、よし、やっつけた。よし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 。最後は野郎に持ってかれちまったですね。あら、アマージョ。ちっちゃくなっちゃった。アマージョ、何してんの？フキュー。野郎は元気のかけらを使った。優しいね。シャナリ。どうしたの？とりあえず一段落ですね。ダイマックス、やはり好きになれないですね。ネズさん。ネズさんのダイマックス嫌いは相変わらずですね。しかし、さっきのダイマックスは何か奇妙でしたね。トレーナーがいなかった。それにポケモン自身も力を制御できなくて、戸惑っている感じだったぞ。戸惑っているですね。
ダイマックスは通常ダイマックスバンドにポケモンが応えることで発動しますが、ポケモンとトレーナーのハーモニーにノイズがありましたよ。ハーモニーにノイズ。ユーザーさんは何か感じましたか？わかんない。確かに結論付けるのはハイカモですね。いいように捉えてくれた。こちらのポケモンのトレーナーも見当たりませんし、あ、そうなんだ。謎が謎を呼ぶ事件です。こちらのポケモンはターフジムで責任を持って保護します。もう優しい。みんな本当にありがとう。おかげで助かりましたよ。それとヨーダーさん、僕の助けが必要になったらいつでも呼んでくださいね。え、どういうこと？お、レアリーグカード。ありがとう。ほんなら、アマージョちゃん、僕についておいで。シャラならな。優しいね。これもしかして、全部のジム回るみたいな感じ？おー、そっと！おやおやおや、あのダイマックスを収めましたか。おやおやおや、さすがリーグチャンピオン。お前どういんだよ。お前ら、やっぱりここにいたんだな。クシタケン返せよ。おや、あなたのものでもないでしょう、ね。たとえあなたのものでも返しませんけどね。なんだと、そっから出てこいよ。どうなんですか？観客やスタッフは避難させたはずですよ。絶対こいつら黒幕じゃん。世俗のルールは我々には関係ないこと。そう、それこそがセレブリティ。なんだよ、セレブリティ。はぁ、あ、ネズもビビってる。と言いますか、なんですあなた、変な髪型。お前に言われたくない。おまけに全身白黒、ナンセンスですね、アニチア。失礼な人は信用させませんよ。しかし実験は成功ですね、弟。実験は、ええ、次はもっと強いポケモンをダイマックスさせましょう。お前らじゃん。確定じゃん。ええ、最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるんですよ。ザシアンとザマゼンタが何だって？何しようとしてる？ニックキチャンピオンよ。我々はこれからどんどんダイマックスを暴れさせます。止めたければせいぜい我々の華麗な押し入りを追いかけてくることですね。うん、セレブリティ。それではグッドバイ、いっちゃった。待って、この騒ぎ、お前らの仕業だったのかよ。ガビン。ホップ、落ち着きなさいよ。相変わらずノイジーだね。ノイジー。でもあいつら逃げちゃうぞ。トラップの可能性もあります。不用意に追うのは反対ですね。いやいやいや。今のうちに止めるべきでしょう。でもさ。いや、うん、わかったよ。それで OK。少しクールにおなりなさい。クールにおなりなさい。あいつらがポケモンを無理やりダイマックスさせたって言ってたことからほぼ確定ですね。しかもこれからもやるって言ってた。うん。許せない。だよな。許せないぞ。クジだけは取ります。どころじゃない。言うだ、ネズさん、あの二人を止めないとダメだぞ。ネズさんも一緒にやってくれるの？まあ、いや、外に出よう。ああ、イベントあんのか。ん？なんだ？おお、お前どこにでも現れんな。あ、いたいた。言うだ、大変だよ。ターフのガラル粒子反応が収まったかと思ったら、今度はバウスタジアムとエンジンスタジアムでダブル。膨大なガラ粒子が観測されたの。で、結局タフスタジアムでは何が起こったの？ありのまま教える。大げさに教える。大げさに教える。え、ダイマックスしたポケモンのせいで？リアクションありがとう。ポケモン、スタジアムはコッパみじん？コッパみじん？ってあるじゃん、タフスタジアム。大げさすぎじゃん。え、これ真相コンビの仕業なの？あ、ソニア。ん？ポップに姉さん。どうしてタススタジアムからスパイクタウンじゃないんですよ。元ジムリーダーですからね。どこにいても不思議じゃないです。それより他のスタジアムでダイマックスが暴れてるんです。そう。ええ、ターフスタジアムと同じ反応が他の街からも。マリが心配です。あ、スパイクタウンは大丈夫っぽいです。バウスタジアムとエンジンスタジアムだけ。めちゃくちゃビビってんな。ネズ。妹大好きだね。そうですか。ポケモンが勝手にダイマックスさせられるなんて放っておけない。ユーザーもそう思うよな。今すぐスタジアム。お、それでこそチャンピオンですね。真相コンビのことは私に任しといて。ネットの目撃情報で居場所を特定してやる。そんなんでわかるんか。情報収集はソニアさんに任せて。俺たちは他のスタジアムを助けに行きましょうか。ああ、結局みんなで行く。大丈夫か、ルリナ。で、今度はきっと、ポップ、ネズ、で、主人公と、ルリナが加入してくれて、バウスタジアムを助けるっていう感じでしょ。大丈夫か、ルリナ。助けに来たぜ、ルリナ。ピコン。あんたたち、今、ここは危険よ。知ってる。事情は分かっていますよ。
お客やスタッフは無事ですか？つい先ほど避難が終わったところだけれど、あなたたち見れば見るほど不思議な組み合わせね。確かに。ほっといてください。俺たち助けに来たんです。それ、本当に助かる。ダイマックスしたポケモンが今日手を焼いていたの。みんなが手を貸してくれるならとても心強いわ。行きましょう。よし、ルリナ、一緒にやろうぜ。今度は多分水系ポケモンのダイマックス。よし、勝負だ。やっつけてやるぜ。今度は誰だ？わあ、ギャラドス！巨大ギャラドス。どじゃい。うわ、きくぅ。岩石封じ。お、これは効果抜群。もうこれでやったでしょ。オーケー。いや、チートだね、チート。オーケー。強い強い。無限大な。ギャラドス。あなたたちのおかげで誰一人怪我人を出すことなく騒ぎを収めることができた。アバリット子はバウスタジオにしばらく休ませてあげる。それといいよだ。私の力を言うときはいつでも呼んで。ありがとう。みんなくれるな、みんなくれるな。アルバムにしまった。じゃあね、今日は本当にありがとう。結構サバサバしてるな。うわー、素敵！ルリナのカード素敵。ジムリーダーだけではなく、モデルとしても大人気。戦っている時とは雰囲気がまるで変わるため、ジムリーダーのルリナーとモデルのルリナーは別人だと思っている人も多い。ファイナルトーナメントは胸の一回戦敗退、彼女の負け気の強さを知る関係者から、モデルの仕事はと危ぶわれたが、サイコメガを振りまけ、ただしジムは荒れていた。結構怒す。いや、めっちゃ素敵な写真やん。ルリーナー。うわー、これもいい。優しさ溢れるね。勝負を楽しむため、成績は振るわないが、野郎本人はとても強い。ジムチャレンジでルールたちが壊す。牧草ロールは1個150キロもあるが、野郎は、軽々転がしている。野郎ってめちゃくちゃ力強いの。お前が戦え。汗でウールも転がる。転がりすぎてジムスタジアムから逃げ出したウールを追いかける野郎とワンパチをさらに街をみんなで追いかけるというのが、ダフタウンの新名物だ。いや、素敵なカードだなこれ集めていきたいね。エンジンシティとかめちゃくちゃ久しぶりだな。めちゃくちゃ久しぶり。この早く動くこのエレベーターも久しぶり。ウェイ。よし。カブさん助けに来たぜ。よし。大丈夫カブさん。だいたいいつも観客いるんだ。チャンピオンユーだ。それにネズ君にポップ君。カブさん、俺のことを覚えてくれたんだ。覚えててくれたんだって。もちろんです。そもそもジムチャレンジを見事突破した君たちを見送ったじゃないですか。今世間回しをしている暇はないですと。その通り、実はスタジアムは大変なんです。そう、そのために俺たちが来ましたからね。なんと、敵は強く、一人で相手するには難儀していたんです。君たちが力になってくれるなら、楽しさが燃え上がるよ。燃え上がる。では行こうか。カブさん、かっこいい。いつも通りの小走りで。よし、今回もやっつけてやるぜ。次はなんだ、火ポケモン。なんだ、火は。おー、コータス、コータスだね。コータス、コータロー。よし、来い。カブさん、行け。丸役で、噛み砕くだ。おーおーおー、強い強い強い。でも、ダイストリーム。いい、ホップ、お前に譲ってやろう。いいところ。あらー、落ちた。効果抜群。よしよしよし。オッケー、爆発。コータス、どうしたん？お前も無理やりやられたのか？返せ。ドリカ自体の火消しができたようだ。火消しね。暴れてたポケモン君はエンジンスタジアムでしばらく休ませてあげるよ。するというだ。僕の力が必要であればいつでも呼んでくれよ。お前もか。レアリーグカードありがとうございます。わかっている。君たちはまだ他にやることがあるんだろう。若者よ。健闘を祈る。かっこいい。他のとこでもまだ暴れてるやつがいるはずだ。お、ピピピピピ。お、電話が鳴ったよ。ピピピピピ。ユーダ、スマホロートに鳴ってるぞ。ユーダ大変。ポケモン研究所に思想コンビが現れた。なんだって。ソニア大丈夫？今のところ猫林を渡せてネチネチ言われてるだけ。ネチネチ。でも怖いから早く来て。ピ。よし行こう。あの二人組のことですよね。願い星を集めてみる。ソニアを助けに行こう。くじだけも取り戻すんだ。了解了解。ポケモン研究所へ行こう。何も考えずに。というとバカみたいですが、あいつはがむしゃらな方がらしいですね。わかってる。ポケモン研究所ですが、最後まで付き合いますよ。付
付き合っていっちゃおう。うわ、ネズさん。これあんまりイマイチだな。ネズさんなんか、カブ選手インタビュー。最近の戦いはカブ選手。まっすぐだね。僕も若いからね、勢いで漏らせば OK みたいな単純な強さよ。でもね、最近勝てなくなって鬼火を使うようにしてる。だからね、見たいね。ポケモンの可能性を試してほしい。覚える技、特性、道具の組み合わせ、きっと突破口があるよ。わーお。なんかいいヒントになりそうですね。まあ、ゴリ押しじゃなくて鬼火とかを使って相手をね、やけどさせて。で、やけどにさせると、相手の攻撃力が下がるので、その状態から狙っていけという。いろんな方法を試すという、カブ先生のね、お言葉でございますよ。そして回復させて、ポケモン研究所に行きましょう。またあいつらがね、悪いこと企んでるかもしれないんだよ。よし、ソニア助けに来たぞ。シーソーコンビはこの中にいるんだな。ネチネチ言ってんのね。ネチネチ。わー、アップ。ローズ委員長が集めていた願い星が今ここにあること、セレブリティにはお見通し。セレブリティでないあなた方には不釣り合いな代物です。我々に差し出しなさい。あら、マグノリアもいる。願い星とセレブには何の関係もありません。なんでそのこと知ってるかは知らないけどさ、あんたちなんかに渡せるわけない。なんでしかもお茶が出てるんだ。そのようですね。願い星の価値が分からないあんたたちには必要ありません。やれやれどうしましょう、弟よ。困りましたね、兄ちゃん。はっはっは。困ってんな、その後博士だよ。ホップ。ポケモンを強引に大マックさせて許せないぞ。それと、朽ちた剣も返せ。おやおや、てっきりチャンピオンが来ると思えば、まさか負けた方がおいでになるとは。また小伝パンに敗北を味合わせて差し上げましょうか。ぐぐー。言いまかされてんじゃないっつうの。その通りですよ。もう根津かっこいい。一度負けたくらいで気持ちまで負けてはダメです。一緒に戦おう、オップ。言うだ、わかった。ひとつこちらに出てってもらうぞ。こいつらですと。兄ちゃん、我悔しい。こいつらこと気に、こいつら呼ばわりされるなんて、高貴な者として無礼な態度は許せません。わ、めっちゃ怒ってる。前より戦闘武器のポケモンで叩き潰して差し上げましょう。うわあ、これ22。うわ、22か。ネズはどうした、ネズは。消防士かけてきた。オッケー。向こうは3匹持ちですね。ドータ君とグサクムシ。オッケー。バイウールかよ。火炎放射で、まずはドータ君を焼き払え。お、早い出会い頭。ああ、早いやつ。先行攻撃。火炎放射。まずこれでドータ君は多分落とせるはずだ。よいしょ。あ、落ちない。硬いっすね。いけ、バイウール、捨てにたこう。そっちかい。あ、バイウール。あ、光の壁やらしい。マジかよ。特防上がっちゃうな。もしかするとこの火炎放射じゃ落とせない可能性がある。ああ、不意打ち。おいっと。機関勢よ。よし、火炎放射。おら、どうだ、落ちてほしい。ああ、落ちた落ちた落ちた。次は何が出てくる？押してみた、こう。よいしょ。バイウルちゃん。お、危機回避で逃げやがった。ずる。で、向こうは、ニダルギン。鋼ですね。あ、隊列来た。格闘ちゃん。ニダルギンは普通に火炎放射で焼き払えるでしょう。火炎放射。おら。焼き払え。一撃。オッケー。隊列に対してはちょっと有効だがないな。命を枯らすための。枯らした捨てる、捨てみタック。ありがとう、バイウル。君のことは忘れない。お、インファイト。痛い。よしよし。まあでも相手はね、勝手に守備力下げてくれたので。お、もう、なかなかいい選出。お、切り刻ん来た。こいつも格闘系、鋼か。切り刻んは。だ、多分炎効くんじゃねえか。効くね。うん、これも切り刻んも解放者でやっつけてしまえ。おら。よいしょ。あー、一発じゃ落ちない。わ、まだ耐えずのインファイト。あ、これが結構効いちゃうんじゃない、雨が。例えば物理耐久が高いから。いいね。お、怖いか。攻撃してくれりゃいいの。そんな下げんでもええわ。ああ、辻斬り。キャ
幅が、まあ、とりあえず火炎放射で、切り刻む。体力がどんどん下がってるんでね。よし、焼き払う。これで青い方、アニジャの方はいないかな、もう。あ、違う。グソクムシャが、確かさっき機械で逃げたばっかりだから出てくるか。お、ブレイブバード。いけ！かっこいい！まあ、体力しびれこしてるんで、ブレイブバードで楽勝という感じですね。で、残り何が出てくるかですね、向こう。で、お、光の壁がなくなって、ギギギギギある。この炎効くね。オッケー。で、グソクムシャ。うん、ちょ、ダイマックス砲の威力でグソクムシャをちょっともうガツンとやっちゃいましょう。あー、不意打ち。痛い。読まれてた。まあいい。で、ダイマックス砲の高火力で、まずグソクムシャを確実に落とす。落ちる。よし、オッケー。で、残りはギギギある。うわ、ワイルドボルト。これは落ちたんじゃない？雨が。稲妻攻撃。効果抜群。次何出してくれ？ほぼ、インテルはあんまり相性よろしくないでしょう。何も考えてねえな、こいつ。ちゃんと効果抜群のやつを出してくれよ。はい、火炎放射。まあ、これででも落ちたんじゃない？おら！よしよしよし、やっつけ。強いね、無限ダイナー。シルディとソッド、シーソーコンビやっつけたよ。白い目、く、お兄ちゃん、我、悔しい。弟よ、これは何かの間違いでは。間違い、うわ、24,800円、過去最高。おーこの瞬間を待ってたぜ、おや、リザードンの様子が来い。来たかっこいいリザードン、おめでとうリザードン。リザードンに進化した。我が輩のチームにおいるリザードンですよ。火炎ポケモン、地上 1400m まで羽を使って飛ぶことができる高圧の炎を発掘。よっしゃ、勝った勝ったぞ。我々のトレーニング用のポケモンが負けると。トレーニング用二人がかりとはいえ褒めてあげましょう。お前ら二人がかりに見えますがね。早く福祉券を返してポケモンを増やすのもやめろよ。よろしいでしょうか。お話中失礼します。やっぱりこいつ怪しいじゃん。ちょ、そっち危ないですよ。スパイなんじゃないのお前。わ、カクカクシカジカ。うわー、やっぱり潜入任務ご苦労様でした。うわー、願い星は手に入りましたか。ソット様、シルディ様が時間を稼いでくれたおかげで。うわー、願い星よ、そっととシルディに渡し。え、ちょっと待って、他はさ、願い星。あら、見事にやられましたね、冷静か。うわおかしすぎて逆立ちして、お茶菓子が食べられそうです。どういうことで。先ほどの勝負はただの目くらまし。我々は戦う前から勝っていたんですよ。うまいこと言うな。それでは、グッドバイ。おい、女子。あ、待て、どうして。ソニア博士、ごめんなさいね。最初から騙していたんですね。我々の計画のため仕方ないことなの。我々がもう一度王の末裔として君臨するために。おお、我々って、お前もめちゃくちゃ悪いやつか。ソニアかわいそうに。てんてん、マグノリアなんとか言ってあげて。あの者たち大口を叩くだけのことはありましたね。ちょっとポップ、ポップじゃない、ホップ。あいつら仲間がいたんだな。信用した人に言われて、ソニアかわいそうだぞ。今はそっとして。外出るか。もうしょぼくれて帰るしかねえな。ちょっと待って、静かに出ていっちゃってさ。だってソニア落ち込んでたから。気を使ったつもりですが。確かに騙されたのは私のミス。落ち込んだ。でもはい、落ち込み終了。サバサバしている女子、サバサバ系女子ですね。あいつら大量の願い星を持ってったの。悪用されたら大変なことになるし、しょげてる暇ないでしょ、しょげてる暇。ぶっくく、大した玉ですね。言い方、言い方。大事件と向き合い、立派に成長したようですね。おばあ様、ダイマックスは人とポケモンの信頼があってこそ、真の力を引き出せます。あの者たちはおそらく、願い星のガラル粒子を強引に注入して、ほう、強引に注入して、ダイマックスさせているんでしょう。ほう、願い星からなんかエキス的なものを抽出して、それをしゃ、なんか、なんだ、注射か何かでブスッとさせてダイマックスさせてるっていうこと。ひどい。
ポケモンのことをないがしろにしてますね。願い星が奪われた今、被害がもっと拡大するかもしれません。強引に体も刺されてるポケモン、一体何のために？確かに。あいつら、ザシアンとザマゼンタの本性を暴くとか言ってたぞ。女子さんが言ってた王の末裔ってのも気になる。もしかしてその馬の意味なの？で、言うた、タウマット見て、今度は4つのスタジアムで同時に起きる。あいつらめ。早速動き出しましたね。スタジアムがやばいとなると、今度こそマリが危険では。あ、スパイクタウンは大丈夫。このコントどうにかしてくれ。てか、そもそも、パワースポットのスタジアムじゃないし。確かに。うん、そうでしたね。ようだ、のんびりしてられないぞ。ポケモンたちをズギャッと助けに行かなきゃ。ないぞ。了解。悪いけど引き続き、ダイマックスの方よろしくね。こっちはこっちで、シーソーコンビの居場所探してるから。絶対スタジアムにいるだろうよ。